さん、いらっしゃいませ。暑いだね。うん、なんか今日暑いね。うん、じゃあアイス買いに行こうか。うん、あ、ここだここだ。え、私これ食べたい。私これがいいな、やっぱ私これ。すいません、はい、アイスポップのオレンジとレモンのとライムのやつをください。じゃあこっちください。はい。大丈夫かな。手に絵描いたの。バカ殿さん、できます。はい。ご注文はこのあたりとこのあたりだったよ。こっちも、あ、いいね。スプーン、あー、丸スプーン。これって言ってたかな。あ、まだですか。まだですか。遅い遅い。店員さん頑張って作ってるから。美味しそう。じゃあこれちょっと取ってもいいですか。いいですよ。イエーイ、もらった。いいね。ちょっとはスプーンなくても食べれるんです。スプーンなくても食べれるんだって。手でつかめるってわけよ。大丈夫大丈夫。アイス早くしないと溶けちゃうよ。店員さん、まだ？美味しいでございます。美味しいでございます。あ、来た来た。つかめた。わあ、メロンのいい香りが。いただきます。スペシャルなやつは入れますか。ください。いらっしゃいませ。スペシャルだってね。スペシャル。なんかここのアイス屋さん、いい匂いするね。私初めて来たっけ。初めて来た。私は何回も来た。うそ。この辺の近くにね、ハンバーガー屋さんがあったんだよ。潰れたんだ。そういうことだ。車も一緒だ。え、もしかして反対見てみよう。ハンバーガー屋さんだ。ステーキすごい美味しそう。アナ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。ハンバーガー出てきた。私こっちがいいな。じゃあ私こっち。それはわさびです。わさび付きなんだね。いただきます。ポテトはいますか。いりません。いらないの。で、アイチョーさんおすすめなんだって。いります。じゃあいりません。嘘でしょ。店長、そんなポテトなの。それポテト。はい。店長さん、こっちアイスクリーム屋さんなんです。大丈夫です。ハンバーガー屋さんはあっち。でもこれが斜めになってる。そうなの。え、もうすぐなるんじゃないかしら。ほらほら、あ、お客さん直してくれたわ。よし、直った。直してくれたって。でも持ってきれないから。うん、はい、持ってきれないそうよ。そっちまで。店長、はい、あげる、この団子。店長、ごちそうさま。私、これからここで働くようになるの。あ、そうなの。よろしくね。あら、私、新しい店員さんができたんだって。じゃあ、私、ちょっと昼寝するわね。はい。
作品なので 5% 引きです。やったー。5がつく日だから5円とかになるかと思った。5円でもいいですよ。やった。ここの下のラインは10円で、うん、ここはお持ち帰りです。あ、本当ですか。あれ、5円のはどれですか。5円のはここです。本当ですか。じゃあ5円のもらおうかな。どれがいいですか。ストロベリーにクッキーがカラフルなの、これがいいかな。クッキーありません。これいくらだったかな。20円だったかな。忘れちゃった。ルーレットがあります。おう、ストップって言ってください。せーの、ストップ。真ん中ですね。何かしら何かしら。こちらのを頼むと、うん、こちらのルーレットが回せて、うん、そちらは1円になります。あなた誰？店員さんなの？はい。あ、そういえばさっき昼寝するとか言ってた店員さんね。もう起きたんだ。起きたんだね。はい。ありがとう。わあ、美味しそう。いちごとメロン。あー、すごい。もう一回作ります。あらー、こんなことになっちゃった。また掃除したから頼んでて。お任せで、すいません。はい、お任せでお願いします。さっきのビッグアイスもくださいね。はい、今作っております。はい、ただいま、ただいま、ただいま、お客さんが並び込ませています。誰がいいの。ただいま、ただいま。棒です。あ、棒来た。今日はこちらの2つがついておりますが、どうしますか。いります。ありません。だとはピンクで、ブルーとオレンジ。あ、そのやつはもう全部あります。はい、お願いします。はい、このワインそれを。あら、なんかすっごい、これすごーい。お姉さん、いつの間にこんなの作ってたの。素敵素敵。そうよ。ちょっと全部のお会計が気になるわ。ちょっと高いかもしれない。持ち帰るじゃない。すごい。どうぞ。ミニちゃんのアイス。あ、ありがとうね。かわいい。かわいい。あとは何欲しいですか。あ、私が頼んだやつが来てないんですけど。頼みましたよ。スペシャルです。ありがとうございます。合ってるよ。あ、合ってた。やっと来たよ。もう。やったね。やっと意味が分かったみたい。よかった。よかった。じゃあ帰ろっか。お
お会計お願いします。なんかいっぱい頼んじゃったみたい。やばいよ、ね、やばいね。いくらですか？50円。50円でいいの？この間やっぱ違う、やっぱ違う。でも高いの何？1億1000。1億1000。もしもし、すいません、食べ過ぎなんですけど、はい、食べ過ぎなんです、すいません、食べ過ぎちゃいました、すいません。じゃあ帰りますね、さようなら。さようなら。チャンネル登録お願い。